次はね、なんか年末年始ハワイとかで過ごせるような人間になりたいね。憧れますよね。ハワイといえばなんかちょっとサーフィンとかやってみようかなと思ってたんですけど、そうですよね、無駄な努力です。ゲームでの共演ですけれども、率直にどんなお気持ちですか？実際絡んではいないんですけど、なんかキャスト表に成田さんの名前があるとなんか嬉しくなりました。嬉しいですね、やっぱり。実写でこう安田さんと共演するとちょっとなんか何をされるかわからない時があるので怖い部分があるんですけど。どういう意味？怖いっすよ。そんなことないです。そんなことない。の思い出って何かあります？なんかプライベートビーチ歩いたりね、させてもらいましたけど、なんでこうやって素敵なレッドカーペットも歩かせていただいたから、次はね、なんか年末年始ハワイとかで過ごせるような人間になりたいね。憧れますよね。でそれこそハワイとかね、空港でこういうインタビューみたいなのありましたよね、昔ね。年末年始の芸能人の人が憧れますよね。生まれて初めて10年ぐらい前ですけどね、サーフィンしましたね。沖に出るのに時間がかかりすぎて、ずっと遠浅なんで、1回ぐらい乗ったらもうそれでもう疲れたからもう帰りますね。せっかくのハワイのサーフィンなのに。いやだけどもうなんか沖まで出るのに1時間近くかかったんで。そんなにかかったの？いや、パドリングが下手だったんです。ハワイといえばなんかちょっとサーフィンとかやってみようかなと思ってたんですけど、無駄な努力です。